はい、今日は、土曜日です。今回はイルミナティの語源についてです。イルミナティはイルミネーションでキラキラと輝くとかいう意味なんですよね。これどういうことかなと思ってたらパッとひらめいたのが、あの UFO の光エレベーターのことですよね。だからその儀式をやるときに光エレベーターでレプたちが降りてくるんですよね。で、上にある UFO はっていうと、見えないように、あのシールドされてるんで見えないけど、光エレベーターだけが天井を通してスポッとね、降りてきて、イルミナティが現れると。そうすればね、納得できますよね。光の輝きの中で、レプがねバーッと現れるんですよね。それがイルミナティ、イルミネーションですね。昔もう70年ぐらい前かな、イギリスのある女性がね、二十歳の時にイルミナティの儀式に出たらしいんですよね。お父さんがやっぱりイルミナティの幹部だから、今度はお前が引き継げっていう感じでね。その時に光とともにそのレプが現れたらしいんですよ。確かね、生贄に人間を食ったような気がするんだけどね、その時の話では。よく覚えてないけど。それでその女性はね、もうびっくりしちゃってね、こんな世界があるのかって。で、修道院に逃げ込んで40年間ぐらい中でじっとしてたんですよね。その後告発本を出したんですよね。だから、そういう世界があるということですね。以上です。終わります。ありがとうございました。